マサートです、えー、聖書一日一章の時間となりました今日はこの、えー、聖書の旧約聖書の創世紀の19章となりますでは早速創世紀の19章を見ていきます、えー、創世紀の19章、えー、その二人の見つかりは夕暮れに、えー、ソドムに、えー、着いたロトーはソドムの門のところに座っていた ロトは彼らを見るなり立ち上がって彼らを迎え顔を地につけて伏しをがんだそして言ったさあご主人どうかあ,あなた方のしもべの家に立ちより足を洗ってお泊まりくださいそして朝早く旅を続けてくださいすると彼らは言ったいや私たちは広場に泊まろうしかし彼がしっきりにす進めたので彼らは彼のところに向かい彼の家の中に入った ロトは彼らのためにご馳走を作りパンダネを入れないパンを焼いたこうして彼らは食事をした彼らがここに着かないうちに町の者たちやソドムの人々が若い者から年寄りまで全ての人が町の隅々から来てその家を取り囲んだそしてロトに向かって叫んでいった今夜お前のところにやってきた男たちはどこにいるのかここに連れ出せ彼らをよく知りたいのだ ロトは戸口にいる彼らのところに出て後ろの戸を閉めたそして行った兄弟たちをどうか悪いことはしないでくださいお願いですから私にはまだ男を知らない2人の娘があります娘たちを皆の前に連れてきますからあなた方の好きなようにしてくださいただあの人たちには何もしないでくださいあの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから しかし彼らは言った。引っ込んでいろ。そしてまた言った。こいつはよそ者として来たくせにばきつかさのように振る舞っている。さあお前をあいつらよりもひどい目に合わせてやろう。彼らはロトの体を激しく押し付け、戸を破ろうと近づいてきた。するとあの人たちが手をしのべて、ロトを自分たちのいる家の中に連れ込んで戸を閉めた。 家の戸口にいた者たちは小さいものも大きいものも皆滅潰しを食らったので彼らは戸口を見つけるのに疲れ果てた2人はロトに行った他にあなたの身内の者がここにいますかあなたの向こうやあなたの息子、娘あるいはこの町にいるあなたの身内の者たちを皆この場所から連れ出しなさい私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです 彼らに対する叫びが主の前で大きくなったので、えー、主はこの町を滅ぼすために私,私たちを使わされたのですそこでロトは出て行き娘たちをめとった婿たちに告げていった立ってこの場所から出てきなさい主がこの町を滅ぼそうとしておられるからしかし彼の婿たちにはそれは冗談のように思,思われた 夜が明けるたたちは路頭を促していたさあ立ってあなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさいさもないとあなたはこの町の戸郷のために滅ぼし尽くされてしまおうしかし彼はためらっていたするとその,人たちその人たちは彼の,手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ主の彼に対するあれみによる そして彼らを連れ出し町の外に置いた彼らを外の方に連れ出した時その一人は言った命がけで逃げなさい後ろを振り向いてはいけないこの手市のどこ,どこでも立ち止まってはならない山に逃げなさいさもないと滅ばされてしまうロトは彼らに言ったああ死をどうかそんなことになりませんようにご覧くださいこの下辺はあなたの心にかないあなたは 私の命を救って大きな恵みを与えてくださいました。しかし私は山に逃げることができません。災いが追いついて多分私は死ぬでしょう。ご覧ください。あそこの町は逃れるのに近いのです。しかもあんなに小さいのです。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。 その人は彼に言った。よろしい。私はこのことでもあなたの願いを入れ、あなたの言うその町を滅ぼすま急いでそこへ逃れなさい。あなたがあそこに入るまでは私は何もできないから。それゆえ、その町の名はツアールと呼ばれた。太陽が地上に昇った頃、ロトはツアールに着いた。その時、主はソドムとゴムラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせ。 これらの町々と、定地全体とその町町の住民とその地の植物と植物を皆滅ぼされた。<coughs> ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になってしまった。翌朝早くアブラハムはかつて死の前に立ったあの場所に行った。彼がソドムとゴバラの方、それに定地の全地域を見下ろすと、よよまるでかまどの煙のようにその。 地の煙が立ち上っていた。その地の地煙が立ち上っていたこうして神が定地の町々を滅ぼされた時神は油分を覚えられた。それでロトが住んでいた町々を滅ぼさ,滅ぼされた時神はロト <coughs> をその破壊の中から逃れさせた。そのうちロトは津レを出て2人の娘と一緒に山に住んだ。 彼はツアリに住むのを恐れたからである。彼は二人の娘と一緒にホラら穴の中に住んだ。そうこうするうちに姉は妹に言った。お父さんは年を取っています。この地にはこの世の習わしのように私たちのところに来る男などいません。さあお父さんに酒を飲ませ、一緒に寝て、お父さんによって子孫を残しましょう。その夜彼女たちは父親に酒を飲ませ、姉が入っていき、父と寝た。 ロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかったその翌日姉は妹に言ったごらん私は昨夜お父さんと寝ました今夜もまたお父さんに酒を飲ませましょうそしてあなたが行って一緒に寝なさいそして私たちはお父さんによって子孫を残しましょうその夜もまた彼女たちは父に酒を飲ませ妹が行ってそこに寝たあロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかったこうしてロトの2人の娘は父によって見こもった 姉は男の子を産んで、その名をモアブと名付けた。彼は今日のモアブ人の先祖である。妹もまた男の子を産んだ。その子をベン・アミと名付けた。彼は今日のアモン人の先祖である。はい、えー、感謝いたします。創世記の19章でした。えー、この聖書の御言葉をあなたの心に、魂に、この聖書をあなたのことに。マサトの聖書、一日一章でした。 えー、これマスターとの,の YouTube チャンネル登録またコメントまたいいねボタンとよろしくお願いいたしますまた聖書をもらいたいというお友達も募集してますのでよろしくお願いいたします次回の、えー、聖書一日一書総席でお会いいたしましょうマスターとした仕上げ熱パシャンブルューシャロムシャロムシャロム